では今回は硫黄島探訪ということで、2019年の5月に、知人の紹介でですね、アルバイトで、食堂のアルバイトで行ってきて探検することができましたので、その紹介をしていきたいと思います。まずこれが奥に見えるのがすり鉢山で、大変綺麗な場所ですね。まずですね、硫黄島はですね、某飛行場からですね、C2 で向かったんですけれども、この写真はその後に美保基地で撮ったんですけれども、その時はその写真撮影とかですね、こう我々軍属とか、自衛隊の人とかもいたんですけれども、防衛省の人もいたかな、は一切こう写真撮影禁止とかでですね、政治家なんかとかが行くと写真撮ってるのを見たりするんですけれども、今回は禁止ということで、その後に撮った写真を今使ってます。C2 に乗れる機会もね、普通の人はそうそうないんで、アルバイトで行きたい人とか、C2 にも乗れる目的で行ってもいいかな、ぐらいの感じだと思うんですけれども、いい経験でしたね。機内は、普通の飛行機みたいに感じるんですけど、横向きに座ってですね、携帯とかも一切触るのが禁止で、もうひたすら寝るか、機内を眺めるか、考え事をするか、で、隣の人とかもこうみんな静かにしてるので話し合う雰囲気でもなくですね。トイレも個室になってようやく C2 から行けると言うんですけども。行くのも行ってる他に行っていないし難しかったんで 行けなかったんですけど。そんな感じで2時間半ぐらいですかね。結構な時間、ぼーっとしたり一生懸命寝たり、なかなか辛い時間でしたけど、楽しい貴重な時間ではありました。で、硫黄島のこの写真なんですけど、Google マップとかでね、見れる範囲で説明すれば問題ないかなと思ってて、もしこの案内で自衛隊の人とかを見てですね、これまずいんじゃないの、ここ消しなさいとかそういうことがあれば、言ってもらえればですね、それは柔軟に応じたいと思いますので、まずいことがあったらぜひ教えてください。それでですね、ここが空港なのは見えるかなってことで それは言うのは問題ないかと思うんですけれども、Google マップの中でも結構、史跡として残ってるのでですね、ここが飛行場、ここと、ここにも出来かけのがあったとかなかったとかで、ここが単焦灯で、ここら辺にトーチカがあって、石切港トーチカ、ここが上陸海岸ですね。そして、ここがすり鉢山で、こっちにあんまり遺跡、ここがミリオンダラーホールですね。戦後になってこの噴火口に兵器を捨てるっていう、今になったらもったいないことなんですけど、それでミリオンダラーホールって言ってますね。で、ここが鎮仙郡って言って、これは戦後なんですけど、桟橋を作ろうとして、米軍が沈み船を沈めたらしいんですけど、結局隆起してですね、沈船、桟橋にならずにですね。っていうところですね。ここが監獄岩。これはいけないんですけど、昔監獄にしたとかそういう噂があるから監獄岩ですね。で、ここら辺に大阪山砲台、トーチカ、硫黄ヶ丘がここですかね。で、ここら辺に郷群がいっぱいあって、こっちに西大佐、サウナ郷。鎮魂の丘はこの辺ですかね。ここが慰霊碑のあると。こっちにも慰霊碑があってですね、両方行ってたんですけれども、ここら辺に郷群があって、ここから南硫黄島、こちらから北硫黄島が見える日は、見えるというような形です。これがですね、この昔の資料館だったらしいので、今資料館としては使ってないみたい、使ってないんですけども、統治下でこう、機銃があったりですね、ここに、これも戦争の後なのかなと思うんですけども、こういったものがありますね。で、こうしてですね、街中に、いろんなところにですね、設営隊とかですね、なんとか軍、なんとか隊の郷軍とかです。郷とかね、石碑が立ってるんで、慰霊でもし行かれる方は、わかりやすいかなと思いますけど、この道沿いにあったわけではなくて、この奥にあったりするので、その場からちょっと行けるかどうかはまた別問題かと思います。で、これが有名なサウナ壕ですね。今、壕の中がもうサウナとして使っているっていうやつですね。
で、これがですね、こういう白旗が立っているとですね、まあ、その、この発掘調査、遺骨収集団の方がですね、一生懸命されてるんですけれども、収集終わってるよってことで、まあ割と安全に入れるんですけれども、まあ5とかはですね、基本的に2人以上で入りなさいということになってて、まあどうしても危ないですし、まあ、垂直に落下するような、ね、穴もあったりとかですね、まあ危険で、まあちょっと、いろいろあったのかもしれませんけれども、基本的に1人で入るのは危険ですね。こちらは資料館。まあ、陸上と海上、航空自衛隊と海上自衛隊の両方あるんですけれども、こちらは海上ですかね。の中に、石井式露水器っていう、まあ、真水を作る機械があったりとかですね。この資料館非常に充実して、いろんな本とかもですね、見れるんですけれども、まあ、ここは無料で もちろん見れますし、時間潰すときにちょっとここに勉強しに来たりとかですね。いいかな。この石井式っていうのはちなみに731部隊の石井さんですね。ここは鎮魂の丘と言われるところで、まあ、硫黄島のすり鉢山を眺める。まあ、ここから夜星空とかも見れたりしたんですけど、ちょっと天気良くて、天気悪くてですね、南十字星とかも見れなくて残念だったんですけど、まあ、開けた場所で、ここでみんな慰霊というかですね、慰霊をしで、ここが勇み足砲台。まあ、勇み足だったかどうかは、まあ、ちょっと議論があるところなんですけれども、まあ、砲台は残っててですね。まあ、これ勇み足だったから破壊されたとか、まあ、そんな話ですけど、すり鉢山のふもとにあって。で、我々軍属はですね、ここまでですね、歩いていくんですね。片道1時間半ぐらい、かかりますかね。まあ、一生分歩いたかなと思ったぐらい歩いたんですけど、まあ、その後、なんか米軍のですね、こうマラソンが始まったりすると、ここら辺まで連れてきてくれたりするみたいなんで、まあそういうのに便乗する手もあるんですけれども、我々はその食堂のですね、シフトで、まあもう、が昼前ぐらいからだったんで、まあそれまでにはもちろん帰らないといけないんで、朝3時ぐらいに起きて、まあ、当時あんまり天気良くなかったんですけど、晴れていれば行くぞってことで、もう行きましたけど、まあ大変でしたね。歩いて。それをちょっとね、友人と一緒に行ってたんで、一緒に早起きして行ってたんで、まあ、今となっては、もちろん楽しい思い出なんですけど、当時は結構、歩き慣れてなかったので歩くの大変でしたね。で、毎日こう探検するんで、その度に、行って戻って行って戻ってってやるんで、友人はセーブポイント欲しいわって言ってたんで、よくわかります。で、ちょっとここら辺はすり鉢山登ってですね。この建物が映るとまずいということで、まあ映らない写真を選んでるんですけれども、ここが、まあ米軍の上陸海岸ですね。ここら辺で、世界で2箇所しか撮れない、うずら石っていう有名な石が撮れるんですけれども、ここら辺まで行くのもまあ結構遠くて、またここ一回やぶこぎしたんですけど、越えるの大変でしたね。なんで普通にもうここら辺からこうルートがあるんですけど、行くかこっち側からずっと歩いていくか、でもまあ大変です。ちなみにここら辺はもうずっと隆起してて、まあ当時は多分ここら辺は海の中だったのかなっていう場所ですね。毎年ここら辺は地形変わってて、この岩が出たりとか出なかったりとか、なんかそういうのもあるみたいで、まあちょっと地形は変わってますね。これ頂上から反対側なんですけど、まあ、実はここら辺がですね、もくもくしててですね。硫黄島のこっち側からあんまり見ることってないかなと思ってて、まあそういう場所ですね。頂上に行ったからこそ反対側が見れるという形ですかね。で、この日はたまたまですね、まあ南硫黄島が見えたんですけど、あんまり南硫黄島が見える機会もないらしくてですね、これもなかなか珍しいものを見ることができる。あとこれ、鳩みたいなんですけど、その、小笠原にいた人が言ってたんですけれども、その、まあ、これ、絶滅危惧種ぐらいのものらしいんですね。だけど、猫がですね、野生化をしててですね、鳩とか食べちゃうらしいんですね。なんで、まあ、自衛隊とかからは、猫に餌やるな、みたいな。一応、指令というか命令は出てました。
これが石切港当地ですね。これもすり鉢山のふもとに、近くにあるんですけれども、これはなかなか見る機会もないし、見たこともないし、ここでしか見れないし、石切港すらなかなか見れないし、まあ、先人のね、こう、苦労とかね、もう飛行機飛ばせなくなってしまってこうしたのかなと思いつつ、まあ、皆さん感じるものがあるかと思うんですけれども、まあ、見る機会あったら、ぜひ感慨深く見てください。あんまり裏側ね、見ることないと思うんで、ここから、まあ、入っていくんでしょうけれども、まあ、ここから入ってですね、このすり鉢山を見れる。まあ、こうして探検してないとなかなか見る機会もないのかなとは思います。これは南側の豪雨ですね。こっちもですね、朝早く行ったんでちょっと暗かったんですけど、ここの中も真っ暗です。もうここら辺も隆起しててですね、多分昔はもっと海の近くにあったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと昔の地形がどこまでだったのかは、ちょっと詳細にはわからないので。そういった、ここは海軍が担当してた場所じゃないかなと思ってます。で、硫黄島温泉というですね、まあ、いわゆる温泉、なんていうの、露天風呂があるっていう話だったんですけれども、そう簡単には見つからずにですね、でも毎年地形も変わってるし、その、海の温度と吹き出してる温度がちょうどいいところがなかなかなくてですね、ちょっと入ることができなかったですね。ここら辺もちょっと南側なんですけれども、島なんですかね。もともと豪だったのかなとか、こういう地形なのかなとか、ちょっとよくわからないんですけど、多分直線なんでね、上のところが、まあ豪とかだったのかなっていう推測ですね。これが北部の方になるんですけど、海軍司令部号ですね。こういったですね、もう紐をですね、伝っていってなんとか入っていっても頭の中は、上は、もう蜘蛛の巣だらけになるみたいな。そういうのを確保していくような場所なんですけど。この紐をですね、辿っていけばなんとか地上に出たり戻ったりできるんで、これ誰が設置したのかわかんないんですけど、これがないと、もう本当に文字通り命綱ですね。で、兵站司令部号は広いんですけれども、なかなかここは暑くてですね、もうずっといられるような場所ではなくて、まあ、当時も暑かったと思うんですけど、今さらに暑いみたいで、もう通り抜けるのに必死で、ちょっとなんかカメラとかもですね、調子悪くなったりしたんですけれども、これが、博物館にもあった、露水、石式露水器ですね。で、ここからは、西側ですかね。シャーマン戦車が、これ持ってきたのか、ここに落ちたのかはちょっとよくわからないんですけれども。まあ、中も見れるような状況で。これは結構、硫黄島の定番コースみたいで、普通にね、行った人はみんな見てると思います。ここがミリオンダラーホールですね。ここに兵器を捨てて、まあ、燃やしたというか、使いなくしたというか。なんですけど、まあ、今はあんまり噴火してないんですけど、ちょっと出ていて、もう下に落ちたら戻ってこれないのかな、っていうような場所ですね。ここら辺も西側なんですもん、まだ、もくもくしてます。ここら辺が鎮仙郡ですね。西側にあった、これアメリカがやったんですけども、戦後に船でこう、桟橋で作ろうとしたんですけども、結局、うまくいかず、今もう隆起して、地上に出て、僕はもうなんか、スターウォーズのね、ツススターがあるような風にすごい感じたんですけどね。こんな形で、ちょっとここからは動画ですかね。天気の日はですね、こっち側からの海がエメラルドグリーンで綺麗なんですけど、まあ、この辺ちょっと天気悪くてあんまり綺麗じゃないですね。
これは今の飛行場の北側にあるトーチカですね。ここはなかなかこう藪の中というか、あんまり人の行かないような場所で、結構行くの大変でしたけど。これが最後の突撃号ですね。動画が入っていくところです。まあ、なかなか悲しい場所で、まあ、そうですね、悲しいですね。ここもイムカ号ですね。ここは中が結構天井というか、ね、穴が開いてたりしてですね、外の空気が入ってくるような場所。これが有名な米軍のモニュメントで、その後に来た人が、お前らだけがヒーローじゃ英雄じゃないんだぞって言って撃ったとか。まあ今はもうなんか落書きスポットになっててですね。まあ、こんな感じなんですけど。この大沢って誰だよっていうのはね、みんな思うんでね。大沢って誰なんですかね。これが硫黄島のいわゆる島唐辛子ですね。小笠原とかでも島唐辛子って言うんですけど、硫黄島はまあそのすごい辛いって言って。これをなんか食べようとしてる人もいるんですけど、まあ辛いですね。赤くなると収穫してからも持って帰れるとかなんかそんな話は聞いてたんですけど、この年はなんか緑ばっかだったみたいで、みんなでなんか争奪戦をしてたみたいですね。ここら辺は東側ですね。もうなんか黙々でですね、温泉入れるかなと思ったんですけど、全然いい場所なくて、ただ暑くて危なくて、島全体硫黄臭いんですけど、ここ特に硫黄臭くてですね。でもなんか硫黄も慣れるとですね、なんかいい匂いに感じてきてですね。文字通り硫黄島なんですけど、ちょっと硫黄の匂いに落ち着くようになりますね。これ上陸海岸にあった、ちょっと謎の鉄で、ちょっと何なのかよくわかんないんですけど。まあ、わかる人いれば教えてください。これは、北東の方ですかね。2門あるんですけど、高射砲がまあ、まだ残ってて、1個は上向いて、こうやって向いてるんですけど。なかなかね、国内で高射砲残ってるのは、小笠原諸島と、ここと、国外では結構残ってるとこあるんですけど、ソロモンとか。まあ、なかなか見る機会ない、いい状態で見る機会ないんじゃないかなと思います。これが銀明水ですね。ここに、この水、真水があることを分かってて、米軍が待ち伏せしてたんですけれども、まあ水を飲みに行って、撃たれてしまうと。まあそれぐらい水がやっぱこの島、川もなくてですね、貴重で、水が大変だったんですよね。でも、ここの水を飲んでもですね、やっぱちょっとお腹を壊してしまうとか、そういった話は聞きました。今でもまだ水が溜まってて、まあ見ての通りちょっとね、あんまり安全そうな水ではないんですけど、こうやって、蒸気がなんか滴り落ちてくるとか、なんかそんなんで水が溜まるそうです。
ここもちょっと悲しい場所ではありますね。これは、島の南側ですね。海軍単勝島です。もうほぼ、まあ、ほぼといってもあれですけど、蓋も残ってたりですね。この奥に見えるんですけども、いい形でこんな綺麗に単勝島残ってるのはここだけだと思うんですけど、なかなかね、単勝島跡とかはありますけど、この単勝島をね、見ることは貴重な機会なんじゃないかなと思います。まあ、裏側もね、そんなんでね、撮ったんですけれども、ちょっと暗くてなかなか綺麗に映らないですけど、こんな羽みたいのがね、あって。まあなかなか見る機会ないと思うんで、この機に紹介したいと思います。これが大阪山砲台ですね。ここら辺にもなんか、ここら辺がこうコンクリートがあって、この裏にもトーチカみたいなものがあるんですけど、ここにですね、横から大砲の弾が、大砲戦車砲かなんかですね、弾が当たった跡があって、それが見えるんですけど、まあ、なかなか砲台はね、残ってること、まあ珍しいので、硫黄島行った人は定番コースかと思いますけど、貴重な場所です。これ、奇獣トーチカですね。上陸海岸のすり鉢山に行く途中の、海側の道に、南側にあるんですけど、あんまり今有名じゃないですけど、これイーストウッドの映画に出てきますね。でもここなんか蜂の巣があってですね、なかなかもう、その時は近づけなくて、ブンブン飛んでて、もうこんなとこで蜂に刺されたら何が起きるかわかんないんで、まあちょっとあんまり遠くからとかで長くはいられなかったんですけど、まあ、貴重な場所ですね。ここで戦ってた人たちがいるってことなんです。で、帰りはですね、C-130 で、伊予島から内地へ帰りました。これがですね、帰った日の朝焼けですね。帰りもですね、その日、飛行機で当時住んでた大阪まで帰ったんですけど、まあ今こうやってね、平和な日常を送れるのはね、戦った先人たちのおかげでもあるので、まあ、これを機会にみんなで考えてもらえたらと思います。ありがとうございました。